ジェフリー・ダグラス・フォスターは、アメリカ合衆国、テキサス州サンアントニオ出身の元バスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズ一筋13年のフランチャイズプレイヤー。ポジションはセンター。身長211センチメートル、体重113キログラム。1999年の NBA ドラフトで、ゴールデン・ステート・ウォリアーズより1巡目21位で指名されて、 NBA 入り。ドラフト直後にボンティーン・オカミングスと将来のドラフト一巡目指名権とのトレードでインディアナ・ペイサーズに移籍した。ルーキーイヤーはペイサーズが絶好調でイースタンカンファレンス優勝の好成績を挙げたが、フォスター自身はリック・スミッツ、サム・パーキンス、ザンタ・タバックに次ぐ4番手センターとして19試合の出場にとどまった。 スミッツはこのシーズン限りで引退した。2年目のシーズンは71試合に出場して、まとまった出場時間を与えられるようになり、次第にチームで信頼を勝ち取っていった。3年目はブラッドミラーが移籍してくるまで、先発として42試合に出場し、自身初となる82試合出場を成し遂げた。2003年、ミラーが、 サクラメントキングスにサイントレードで移籍するとチームは代わりにスコット・ポラードを獲得したチームは当初ポラードを先発に考えていたが開幕のデトロイト・ピストンズ戦で見せたホスターの大活躍とポラードの成績が思うように上がらなかったことを踏まえてホスターが先発として起用されるようになった2003年以後はジャーメン・オニールなどのビッグマンの控えとして起用されていた 2009から10シーズン頃から背中の怪我に苦しみ出場機会が減少2011から12シーズンを最後に現役を引退した入団から引退まで同一チームに所属した選手はペーサーズではレジー・ミラートリック・スミッツ以来となる体を張ってポジションを取りディフェンスとリバウンドでチームに貢献するリバウンダー彼の泥臭い仕事を厭わないプレーと オフェンシブリバウンドは、ペーサーズになくてはならない存在だった。また、ビッグマンとしては、比較的走れる方だが、オフェンススキルは低く、シュートタッチも悪い。その結果、平均得点が平均リバウンドより上回った、シーズンは、ルーキーシーズンの一度しかなかった。ありがとうございます。